水虫。人間の蒸れやすい部位にある種のカビがすくって繁殖することで発症する病気。嫌な思いを持っている者も少なくないだろう。多くの人は水虫をおっさんの病気と思っているかもしれないが、決してそうではない。超かゆい。最新の調査によれば、日本人の5人に1人が水虫持ち、そのうち3人に1人が女性だと言われている。たかが水虫と思うなかれ、治療をせず放置するとどんどん悪化し、思いもよらない二次被害を引き起こす。かゆい。今回はそんな水虫の怖い話を紹介しよう。俺の名前は佐竹博文。大手のセキュリティ会社で働くサラリーマン。チャース。消防設備の点検に参りました。ああ、どうぞ。はじめに言っとくが、この業界はとてつもなくブラックだ。毎日深夜まで残業、サービス残業当たり前。先輩、お先に。お疲れ。休日は週1回あればいい方。有給休暇？なんだそれ。何より給料が安いんだよ。そんな社畜道を進む俺は、2年前から爪水虫にかかっていた。一日中靴を履いてるからな。うへえ、爪の周りが白くなってる。足蒸れが気になり始めた頃にはもうすでに患っていた。爪水虫、爪の中で菌が繁殖する。ひどくなると爪が熱くなりボロボロになる。こいつはどう、一生治らないんじゃ。へえ。昔は治らないと言われていたが、今ではよく効く薬が開発され、軽度なら数ヶ月で良くなる。爪水虫は10人に1人が感染しているだけに、医学の進歩は本当にありがたいことだ。俺の場合、我慢できないほどの痒みもなく、何より病院に行く暇がなかった。フロアが水浸しなんです。すぐ来てくれませんか。ああ、はい。こんな夜中に。気づけば2年間も水虫を放置していた。そんなある日、小さな異変が。お？なんか膝の裏側が痒い。足の痒みが膝まで上昇してきた。さらにその上、痒い範囲は上昇を続け、膝から太もも、そして尻まで広がっていったのだ。あー、痒い。我慢できん。かきむしっていると今度は痛くなってきた。痒い、痛い。それでも病院に行く暇はない。痒みはひどくなり、よく眠れない。市販薬を塗って多少はごまかしが効いた。そのまま数ヶ月、ごまかしも限界が来た。仕事にな。痒い、痒い、痒い。このクソ忙しい時に痒いから何だってんだ。すいません、すいません、病院に行かせてください。同僚、上司の冷たい視線を浴びながら、俺は皮膚科に直行した。はぁ、どうしてここまで放っておいたの。水虫の菌がお尻に広がっていますよ。え？そう、すべては爪水虫から菌が移ったことによるんだ。水虫の元凶は白癬菌というカビ。繁殖するのは足だけとは限らない。体中どこにも飛び火するリスクがあるのだ。感染経路は様々。保菌者が使ったスリッパ、タオルでも簡単に伝染してしまう。このタオル綺麗だよな。そうだよ。水虫にかかった家族やパートナーがいる場合、細心の注意が必要だ。俺の場合、足をかいた手で洗わず尻をかいたことでうつったんだ。そんなの誰でもやってしまうよな。な、白癬菌を甘く見ちゃいけない。元が爪の中でもちょっとしたことで広がる。ストレスや疲労によって免疫力が低下していると重症化しやすいんです。このままだと陰部に広がりますよ。いい、チン、それは困ります。水虫を甘く見て治療を後回しにする者は多い。悪いことは言わない。すぐ病院へ。治療を始めればどうということはないんだ。あなたと周りの人のために早期治療を。約束だぞ。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では、人がバグってしまうような出来事を引き続き研究していきます。興味深いと思ったらチャンネル登録してくださいね。他の動画もぜひ。